川崎肖像大正元年12月2日は、日本の実業家、政治家。神戸川崎財閥の創設者。川崎造船所創業者。美術収集家。川崎美術館建設。貴族院議員。陽明、磯治む。15位。薩摩国鹿児島城下下町大国町を生まれ。17歳の時に、長崎に出て。 貿易に従事し、判明によって金、米を扱った。鹿児島調理、さらに、大阪の倉屋式用田市を命ぜられたが、貿易に着目して、班長を解き、西洋型保船を数隻購入して、薩摩国産物を機内に輸送し、距離を博した。明治4年に上京。明治6年、帝国郵便機船会社の副社長となり、 東京、琉球間の郵便航路の開始に尽力した。同社は、明治11年に、三菱船会社と合併する。明治10年、大阪に、関東取扱店を開き、また琉球炭物の運送販売によって、距離を得て、念願であった、造船業を開始する。明治11年に、築地造船所を、明治13年に、兵庫川崎造船所を開業する。 明治19年に、官営兵庫造船所の払い下げを受けて、明治20年に、川崎造船所を設立。明治29年、川崎造船所を株式会社に改祖する。改祖に伴い、自らは顧問に退き松方孝次郎を初代社長に、川崎義太郎を副社長に抜擢した。明治23年9月29日、貴族院多額納税者議員。 明治三十一年、神戸新聞を創刊。明治三十八年には、神戸川崎銀行を開設し、監督に就任した。また美術品の収集でも知られ、八百九十年には、神戸の自邸内に、川崎美術館と、その付属館である、長春閣を作った。明治二十九年に、第一線を引退してからの川崎は、造船事業家よりも、 美術収集家として、社会的に有名であった。家屋、庭園、美術品は、川崎の唯一の趣味であり、仕事で竹を訪問するごとに、家屋や、庭園、さらに床の間の書が、置物、装飾品に至るまで深い注意を払っていた。明治維新の後、日本の伝統的な美術品は、欧米の美術愛好者のために輸出されることが多くなり、多くの名品が、 日本で見られなくなる状態が出現しつつあった。川崎は日本の美術品が国外へ流出することを恐れ、明治11年に築地造船所の経営に着手した頃から美術品を収集し始め、生涯にわたって2 0 0点の名品を買い集めた。そして、明治18年から着工した神戸布引きの本店内に美術館を建て収集した。 美術品を一般に公開した。その中でも、中国の元時代の名画で、足利将軍家、織田信長、石山本願寺に伝来した、願明作、観山修徳二の大や春日がきが、千住千岩観音は特に世間で有名であった。しかし、彼の収集した美術品の多くは、昭和2年の金融教皇で、川崎家が、 危機に陥った時に売却された。川崎は単なる美術収集家にとどまらず、自ら美術品の製作も行っている。秋代の万歴七法に匹敵できる七法焼を完成させることを志し、尾張七法焼の後継者であった、梶佐太郎一族を、明治30年に神戸に呼び寄せた。彼らを、布引山に、七宝焼の工場を設けて研究させ、 三年後には、見事な七宝焼きの制作に成功した。明治三十三年には、パリ万国博覧会に大花瓶と大号炉を出品し、名誉大賞を獲得した。川崎はその後も、七宝の名品を多く制作したが、一品も売却せず、川崎の宝玉七宝と名付けて、美術愛好家に送っていた。このパリ万国博覧会に出席するために、川崎は、 一族七人を引き連れて、ヨーロッパを巡遊し、イギリスの造船業と諸国の美術工芸を見て回った。そして、これが、最後の社会的活動であった。その後は体調を崩し、健康回復を第一目標として、全国各地の別荘をめぐる、不豪の隠居を行っていた。三男の新次郎長男は、乳児の時に死亡し、次男、聖左門のも、 慶応義塾在学中に、九死、三男、新次郎も米国留学中に病死した。新次郎は、慶応義塾を経て、東京予備門を卒業し、1885年2月に、米国ポキプシーのイーストマン商業学校に留学したが、翌月に、肺炎で亡くなった。亡骸は、 草壁太郎ら日本人留学生が多数眠る、ラトガース大学横の墓地を色グローブセメタリーに埋葬された。1886年に後継ぎとして竹から少子を読男として養子縁組したが、慶応義塾普通科2年時に文学に傾倒した、少子は家業を継ぐことを拒み、排斥された。肖像の老いである川崎義太郎は、 1883年、叔父の肖像を頼って上京して、川崎家の所生となり、六代目、森村一左門の世話で、米国のイーストマン商業学校で一年ほど学び、帰国後、肖像の次女、地下と結婚して、川崎家の養子師となり、1896年に、株式会社に改祖した川崎造船所の副社長に、就任した。早村に、 小説家の草加洋子、ありがとうございます。